はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ハオーリンザークです。さあ本日なんですが、皆さんにねご紹介したいカード、今日使っていきたいカード、これです。覇王天竜の魂。このカードがですね、まあどういうカードかと言いますと、まあ新規のザーク関連のトラップカードになってまして、覇王竜の魂ってなった、あったじゃないですか。あの元々ね UR のあれのなんか亜種みたいな感じのトラップで、ちょっとコストがかなり重いんですが、覇王竜ザークを出せるっていうトラップカードになってます。効果、自分のフィールドの元々の攻撃力が2500の、魔法使い族 P モンスターイーターをリリースした発動、まあ、要はアストログラフマジシャンであるとか、あとこの、覇王の魔術師とか、この辺のモンスターをリリースして発動できますよと。自分の手札、デッキ、エクストラデッキ、フィールド、墓地のモンスターを融合サイトして除外する、めちゃくちゃなこと書いてますね。まあ、どっからでも除外していいよと。エクストラデッキさんもいけますからね。除外して覇王竜ザーク一体を融合召喚する。ザークは融合召喚条件がちなみにドラゴン族の融合シンクロエクシーズ P ペンデラムモンスター一体ずつなので、まあこの辺の、モンスターとかを融合素材にして融合召喚できるということですね。まあ、エクストラに融合素材を置いとくことができるんで、メインデッキを圧迫せずに一応融合することができるっていうのがメリットです。まあ、逆にデメリットは、エクストラデッキを圧迫しすぎるっていうところですね。はい、メリットがデメリットにもなるっていうところですけども、そうすると覇王竜ザークを融合召喚できるよと。で、自分の除外状態にペンデラドラゴン、エクシーズドラゴン、シンクロドラゴン、フュージョンドラゴンっていうモンスターがそれぞれ存在、してする場合を除いて、モンスター効果無効化される。要はこいつらが除外状態であれば、有効になりますと、ザークの効果が。これ逆に言うとどういうことかっていうと、その覇王天竜の魂でエクストラデッキとか、まあ一応メインデッキのこのアークペンデラムとかを除外して融合召喚したザークは効果が有効になっているっていうことなんですね。覇王竜の魂はちなみに、効果が無効になっているわけですよ。これで出すと、これね、これで出すと効果無効なんですけど、これで出すと効果が有効になっている。つまり覇王竜ザークの全部パコが、このカードが特殊召喚した場合に相手のフィールドのカードを全部破壊するって効果、これを使うことができるんですね。これが熱いですよね。要は覇王門の魔術師をリリースして、覇王竜ザーク出して相手のカードを全部破してねっていうことなわけです。はい、まあちょっと AO 環境で全部破効くかどうかかなり怪しいんですけど、はい、早速ねちょっと覇王竜ザークの全部破見せていきたいなというふうに思います。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ統合召喚をお見舞いしていきましょう。皆さんにね、今こそ世界を一つにしていきましょう。先日ね、あの覇王魔術師の、デッキ一回ご紹介したんですけど、あの覇王竜ザーク一切採用しないガチ構築でございましたので、今回はちょっと覇王竜ザークをちゃんとね、出していこうと思ってまして、新規カードで覇王天竜の魂という、ね、最強カードをちょっと皆さんにお見合いしていきたいと思っているんですが、覇王剣竜ダークブルムの効果を発動。ダークブルムを墓地より特殊召喚し、特殊召喚成功時の効果。これ多分裏だっぽいですね、これチェーン的に。ああ、そうですよね。オッケーオッケー、いいでしょう。まあ、裏で打つところ結構ペンデラムテーマだとやっぱドクロバットジョーカーとかダークブルムとかその辺になると思うんですけども、あのエレクトラムにね、あの裏らがあんま効かないから、エレクトラムってなんかエクストラデッキに加えてからエクストラデッキ回収するってなんかその裏ら完全ケアみたいな、あのサーチ方法してるじゃないですかこれ。これがね、まあ、一応無限法要はちなみに激イタなんでやめてください。ヘビーメタルフォーゼエレクトラムの効果、まあ、一応ねあのスケール揃ってはいるんで、ライトブルームのスケールが8なんでこれ結構優秀なんですけど、まあ、こいつのおかげで意外とね、何ここに無限法要打たれてもペンデラム召喚から一応頑張ることはできたりするんですけど、アストログラフ持ってくる。オッケー、とりあえずウララだけだったらまあ全然貫通ぐらいはできるよ。覇王魔術師天竜デッキはね、さあアストログラフマジシャンの効果を、発動して特殊召喚しながら、ライトブルームがちなみに破壊されてるんで、一応もう1枚持ってく、まあ、2枚一応入れてあるんだけど、これちょっとデッキ紹介するタイミングで、おー強いね、割とそれは優秀ですね。まあ、一旦ヘビーメタルフォーズエレクトラムとアストログラフで、なんかエクシードザ・ペンデラム、まあ、これビヨンドの姉さんですよ、姉さんビヨンド、うん、持ってきてアストログラフを回収、そして、軽眼の魔術師をペンデラムスケールにセッティング、さらに、覇王門の魔術師をペンデラムスケールにセッティング、そして軽眼の魔術師の効果を発動。このカードを爆破し、デッキからペンデラムスケールに魔術師カードを置くぜ。さらに
ちょまだいい、ハオモンの魔術師の効果を発動。ハオモンの魔術師の効果によってペンデュラムスケールハオモンゼロをセッティング。さらに、カード効果が破壊されたためアストグラフマジシャンの効果を発動。特殊召喚。そして破壊されているモンスターをサーチ。アストログラフ完全に過労死。そして、ハオモンの魔術師の効果を発動。ハオモンの魔術師の効果によりエクストラデッキからハオホグリュウオットワイズエクシーズドラゴンを墓地へ送ってハオモンの魔術師を特殊召喚し、ハオモンの魔術師の効果、これによりハオ天竜の魂をサーチすることができるぜ。そしてレベル7のモンスターが2体、これ先にまずエクシードザペンデラムだな。エクシードザペンデラムのモンスター効果、手札からライトブルームを特殊召喚し、ライトブルームのモンスター効果、エクストラデッキから、モンスター1体を回収することができるぜ。レベル7のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシード召喚、オットワイズアブソリュートドラゴン。そしてアブソリュートドラゴンとエクシードザペンデラムでリンク召喚。現れろ照明の神球アポロウーサ。やっぱアポロウーサはこの旧イラストの方がエッチだな。そしてアブソリュートドラゴン、ドラゴンの効果によってボルテックスを特殊召喚。なんか1枚余ったな。ペンデラム召喚、揺れろ魂のペンデラム、天空に駆け光のワーク。現れろ俺様のモンスターたちよ。キュウィー、はいはい、どうみ、はい。そして、あちらに覇王天竜の魂はですね、コストがあちらにいりまして、なんかなんか攻撃力2500以上の、魔法使いペンデラムモンスターみたいな、コストをですねリリースしないといけないんで、ちょっとねこれ若干で覇王竜の、魂よりは使いにくいです。はい、でエクシードザペンデラムを、装備し、そして覇王天竜の魂をセット。さあこんなもんだらかかってきやがれバカタレが、思い知らせてやるよ、今こそ世界を一つにするパワーというやつをな、究極竜のパワーをな。覇王天竜の魂でちなみに融合召喚する覇王竜ザークはかかり見たろ、あれだぜ、ペンデラムドラゴン、シンクロドラゴン、エクシーズドラゴン、フュージョンドラゴンが除外されている場合効果が有効になるぜ。つまり覇王天竜の魂で出てきた覇王竜ザークは効果が無効になってないってことさ。あ、若干神殿はどうぞ。これがね、覇王竜の魂で出てくるザークとは違うところだな。まあ、ちょっと一回スネークアイちゃんは黙らせるわ。スネークアイちゃん黙らしてさ、これさ、もうさ、フランベルジョとかさ、もうさ、このさ、モンスターが、レベル1のモンスターがいない状態でもうこれぶち込んだ方がよくね。今こそ、世界を一つに、四天王竜の魂と、覇王門の魔術師の魂を生贄に捧げ、ペンデラムドラゴン、そしてエクシーズドラゴン、そしてフュージョンドラゴン、シンクロドラゴンをゲームから除外し、キュイー、キュイー、あらろう、うおー、インチキ融合召喚、ハオリュズーク特殊召喚成功時効果、相手のフィールドのカードを全て破壊する。くらえいいだろう。ジャガン神殿スネークアイでフランベルジを今更出したところで一回増殖するじゃん。うつが今更そんなモンスターを出したところで全てが破壊されることに変わりはない。うむ、世界が一つになったようだな。統合していこう。パパパパパーン、つえつえつ強い。これがハオリザーク、これが世界を一つにする力、あまりに強い。そしてハオリザークを攻撃表示、ボルテックスを攻撃表示、軽眼を攻撃表示。ちなみにこれでバトルフェーズを行うことによってもうすでにてめえのライフは消し飛んでいるというわけさ。今こそ世界を一つに。対戦ありがとうございました。あー、なるほどね、増殖する G がやったら許されるハンドビしてんだこれ。竜の霊廟の効果を発動するぜ。竜の霊廟の効果によって覇王剣竜ダークブルームを落ち、ちょっとマジで本当に増 G だけやめて。G だけガチでやめて。じゃあエクストラデッキの枠なさすぎて今回バグースか抜いてました。G の止まりどころありません。はい、
いやマジでね、これ覇王天理の魂の弱点を皆さんにちょっとお伝えしたいんですけど、これマジで覇王天理の魂は融合するときにそのペンテラムドラゴンとかシンクロドラゴンとかフュージョンドラゴン、エクシスドラゴンが必要なんですよ。だから、ね、エクストラデッキの枠ねバカくんですね。ありえない量の枠をね食いますので、これが弱いところですね。はい。で、覇王門の魔術師をちょっと持ってきたので、覇王門の魔術師を破壊してからアストログラフマジシャンの効果を発動するで。あ、うららね。あ、オッケーオッケー。うららはいいわ。うららは全然オッケー。うららは全然オッケー。キュ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 、うるせえ。まあ、普通に召喚して、ライトブルーム召喚して効果を発動。ライトブルームの効果によって覇王門の魔術師を回収。そして、あ、モンスター進軍しねえわ、バカ。黙れ。で、一旦エレクちゃん出すよ。ちなみにシンクロ召喚前にエレクトラムができるかどうかによって結構その展開力みたいなの変わってくるんで、ちょその辺はね、まあちょっといろいろ使い慣れてからじゃないと、まあちょっとあれかなっていう感じするんだけど、これ何回収しようかな。もうアストロいるから何回収してもあんま関係ないんだよ、これ。で、ヘビーメタルフォースエレクトラムの効果発動。まあ、一応これ超弦を持ってきてシンクロ召喚できるようにはしよっか。でヘビーメタルフォースエレクトラムとコーサルマジシ、さらにもちろんウララに無効にさっきもされたけどアストログラフはあんま関係ない。まあウララはあんまだから、まあ、もちろんウララで止まるときもあるんだけどあんま効かないよな、魔術師デッキ手札が強かった場合はほぼ、まあ、ちなみに G は無理。まあ G 無理でデッキってさあんまりさ活躍しないイメージあるんだよね。マスターデュエルだとね、そのいろいろなでけえ大会、まあ、マスターランク1位いくとかそういうのは全然いけると思うけど、あーオットワイズアークはね今いらないですね。まあ魔術師貼りますかとりあえず、まあ、一旦これもエクシードムーブかな、エクシードムーブしましたか。まあ、どうせなんで姉さん作ってお姉さん作ってでお姉の効果で、ペンデラムモンスター回収できる、アストロ回収していく。で、ハオモンの魔術師を特殊召喚、交際落ち送って特殊、そしてハオモンの魔術師の特殊召喚成功時の効果を発動。このカードの効果によってハオ天理の魂を1枚手札に加えることができるぜ。そしてエクシードによってオットワイズアークペンタムドラゴンを特殊召喚、そしてレベル7のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシード召喚オットワイズアブソリュートドラゴン、キュイー。あ、ちなみにオットワイズアーク、アークペンデラムドラゴンはなんで入ってるかっていうと、ペンデラムセルが8だからっていう理由だけです。採用理由ね。オッピーとかでもまあ言うてそんな変わんない気がするけど、まあ一応ペンデラムセル8結構強くて、アークにしてます。はい。でボルテックスを出してオッケー。そしてペンデラム召喚、ペンデラム召喚前やっぱエレクか、エレクができると大体ウソまではいくね。これは1体でよくて、さあ揺れろ魂のペンデラム、天空に描け光のワーク、うおっペンデラム召喚キュイーンで効果を発動。これでだから7出してきて、でこいつをコストにするぜ。あとあとな、ほい。ちなみにやっぱなんかこの動きするとなんかマスカレーナまでいかねえな、なんか1枚コストいるのうざ。これ後で出してもいいかもしんないな。これちょっとなんかルートをもうちょっと何うまいこといきそう。バレルロードサベージドラゴン出すかね、マジでね、なんか盤面足んないんだよね。5枠じゃペンデラムデッキってほんと5枠じゃ足んないのよ。ほんと 10枠くらい欲しい、メインモンスターゾーンでこうしてでエンド。まあ、そんなことしたら世界終わるんだけど。マジで足んねえ、ガチ足んねえっす。ゾーンがこれあれなら覇王も後から出しでいいかもしんねえな。ボルテックスも後出しみたいな、ボルテックスでマスカラ出してみたいな動きしても、あ、王墓石元気か。なんかあれだな、これ多分ホルスだな、ホルス元気って。まあ、ホルスは多分この棺を全部叩き割っていけばいいから、結構活躍はできると思いますよ。覇王流ザークさんね。まあ、イムセティなんか許すわけないから、イムセティなんていうもんさ許すわけないだろ、黙れ。で、照明の神球アポログサの効果によってイムセティは、効果を無効にしてワンドローも入れさせない。でさらにこの効果の処理後、
まあ、時空クラスか、時空のペンデラムグラフの効果、時空のペンデラムグラフの効果によって交際の魔術師と相手の王の棺扱いのフィールド魔法をぶっ壊してホルスなんていうモンスター出せないねニチャーをする。あ、うらら、あ、どうぞ。これはまあ別にいいんじゃない、無効にしてもまあ別に、まあそれでもいいけど、まあ別にそんなのスルーしてもいいっていう話ある。なったら王の棺ないんで出てこれません、うん、出てこれません。強いや。まあぶっ壊すか。覇王天竜の魂の効果を発動。フィールドの覇王もの魔術師をゲームから、リリースし、あらあらエクシスドラゴンとペンデラムドラゴン、フュージョンドラゴン、クリアウィングシンクロドラゴン、このモンスターたちの四天王竜の魂をゲームから除外し、現れろ覇王竜ザーク統合召喚。覇王竜ザークの特殊召喚成功時の効果、相手のフィールドのカードを全て破壊する。今こそ世界を一つに。何もなくなって草。魔法カード無効おじさん、まああんま立っててこないからあれなんだけど、普通にナチュラルビーストとかタイタニックギャラクシーとかはまあまあきついですね普通に。あとまあ、OCG だとあのマフージの方向ってガチでやばいカードあるんですけど、まあマサデルシングル戦なんであんま採用されてないと思うんで、それはまあ一応大丈夫かなっていう。なんか OCG よりかはなんかその覇王魔術師ワンチャン活躍できる可能性もなきにしもあらずなんだけど、まあ、どうなんだろうね。やばい、これ相手も覇王じゃない、これ相手も覇王じゃん、熱い。これは榊優也 VS 榊優也といったとこか。いいね。ちなみに覇王魔術師 VS 覇王魔術師はマジで先行ゲーで、大体先行取られたら負けます。なんでかっていうと、あの妨害数が多すぎるからです。大体無理です、基本的には。まあ、一応やりますけど。さあ、元祖奇跡が来た。奇跡と奇跡がいるから、ね、今ね。ビヨンドとあのエクシード・ザ・ペンデラムってやつが来ましたからね。なかなか強力なね。ゲールドクラ、やばい、なんかゲールドクラとかいうガチでやばいモンスター来た。お、何何何、ちょっと不穏な匂いを感じるな。ゲールドクラ、ペンデラム召喚、どういうことや。3000ライフを払ってエクストラデッキからモンスターを墓地に送る。インディペンデントナイチンゲール、なんかやばい匂いするな。これはちょっとやばい匂いがするぞ。あれ、これなんかちょっとやばい匂いするな。おい、ちょっと待って、あのインディペンデントナイチンゲールはちなみに魔術師デッキで、あの覇王剣竜スターブベノムが制限カードになった理由だぜ。なんでかっていうと、こいつの効果をコピーすることによって4000バーを2回ぶち込んでくるから、あのデッキが。おい、ちょっと待って、まあ、とりあえずそれはいいわ。待って、これもしかしてさ、もう一回これ出し直すとかそういうこと起きます？待て、これやばくない？まあ、リトルナイトはいいわ。これ待って、ちょっと待って、これオメガでもしかしてあれですか、スターブ戻してもう一回出されます？これ。お前だから制限カードやってんだよ。おい、制限カード2回使いましてんじゃねえぞ、やめろ。わあ。強引すぎる。なんだこの先行案件、クソ強引じゃねえか。なんだこれ。